コウシ肉のカツレツカツレツはフランス料理のコートレットであり、洋食の一つともされている。もともとはコウシ肉をスライスしたものに細かいパン粉をつけて、フライパンなどで炒め焼きする料理であったが、豚肉など他の素材を使い同様に調理したり、揚げ焼きしたりする料理もカツレツと呼ぶ。明治時代に日本に伝来したフランス料理のコートレットを原型とする料理である。 もと々格子肉をソテーするなど、目の細かいパン粉をつけて、少量の油で炒め焼き、または揚げ焼きする料理であり、東京銀座の洋食店、レンガ亭などで提供されている、フランス料理もしくは、洋食である。フランス料理のコートレットは、イタリア料理のコトレッタ、ドイツ料理のシュニッツェル、ロシア料理のコトレータなどとも関係がある。 イタリアのコトレッタ歴史的な記録としては、1860年に福沢諭吉が発表した造帝会 A2 語に秀才に記載された、吉列かつコトレトや、吉列系ファウルカラッツフハウルコルレが日本で最古のものであると考えられている。ただし、これらの語には訳語は付けられていない。吉列は関東語でカリッと読み、現在でも香港などで、 カテレツの訳語として使われている。カテレツという単語は本来、単に肉の小片あるいは各種の材料を混ぜ合わせて成形した食材を指す、ものであり、フランス料理においては、パン粉の衣をつけて、油で揚げる調理法を意味するものではない。そのため諸外国ではオーブンで焼いたり衣をつけずに、炒めるなどした、肉料理がカテレツと呼ばれている場合もある。 外国人に説明する場合には、カツレツあるいは、カツという日本語を用いた方が早い場合がある。日本通りの外国人の間では、カツという料理はよく知られており、海外の日本料理店でも、カツという日本語でメニューに載せている例は多い。東京銀座のフランス料理店、レンガ店にて、フランス料理として提供されていた。同店では、牛肉ではなく豚肉を使用する料理を考案し、 ポークカツレツと名付け、これは当初薄切りの豚肉を使用し、デミグラスソースをかけて、温野菜を添えナイフと、フォークで食べるものであった。後に、デミグラスソースの代わりにウスターソースを使用するとともに、温野菜の代わりに生の千切りキャベツを添えて、皿盛りのご飯と一緒に提供するようになった。その後、シャローフライからディープフライに変化したり、 粗い生パン粉等を使用するなどの工夫も行われた。民間だけでなく軍隊である帝国陸軍の兵食にもカツレツは取り入れられており、明治後期に編纂し1910年に制定、配布された陸軍公式レシピ集、軍隊料理法に他の養食と共に記載されている。なお、この軍隊料理法でカツレツは、ビーフ、カツレツとポーク、カツレツの2種類がある。 帝国陸軍の兵食にてカツレツは人気メニューであり、軍隊料理法をもとに昭和期に改定された軍隊調理法でも採用されている。軍隊調理法も参照レンガ定式のポークカツレツは日本の大正時代に蕎麦屋で提供される洋食という形で和食化が進んだ。一方では1899年頃牛肉を豚肉に変え、 天ぷらのように多量の油で揚げるポークカツレツを考案して人気となる。トンカツのルーツと申されている。昭和4年から昭和7年頃にかけて分厚くボリュームのある豚肉を低温のたっぷりとした揚げ油で柔らかく揚げて切り分けたトンカツをウスターソースをかけて和定食のスタイルで食べさせるトンカツ店が東京上の浅草でブームになり、 現在、トンカツは日本料理の一つとして日本国外でも知られている。豚肉を使用しただけではなく、厚みのあるスライス肉を使用し、粒の大きいパン粉を使用し、ディープフライの調理法を使用するので、衣はサクサクとし肉は柔らかい食感。また切り分けて生の千切りキャベツを添えて、皿盛りのご飯と一緒に提供されウスターソースをかけてから箸で食べる和食である。 詳細は、トンカツを参照7面取りのカツレツ元々の、小牛肉ではなく、牛肉、豚肉、鶏肉など、また魚肉類を使用したものもある。魚肉を使用したものは、ソテーなどとも呼ばれるが、エビを使用したものは、エビのカツレツと呼ばれることが多い。ハンペンを使用したり、チーズを挟むものもある。コトレータは、ロシア風のカツレツである。牛肉でも、小肉ではなく、 しびれを使用したイギリスのしびれのカツレツなど多種多様にわたる。ひき肉を使用したものはミンスミートカツレツと呼ばれていた。魚肉のすり身に衣をつけて揚げたものをカツと称して販売している菓子の例もある。豚のポークカツレツは略称としてトンカツと呼ぶこともあり、卵とジソースなどで味付けをしてカツ丼ともされる。ありがとうございます。